皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回は七転び八起き第7弾を作りました。ゆっくり見ていってください。それでは行きましょう。よっこらしゅぽぽ。徳島駅に来ました。15時44分着、キハ185系特急機動車、特急剣山、徳島駅。アンパンマンカーが連結されています。15時45分発、1200系普通機動車、淡池田駅出発です。15時48分着、1500系普通機動車、徳島駅到着です。15時54分着、1200系普通機動車、阿南駅到着です。15時57分着、1200系普通機動車、徳島駅到着です。16時ちょうど、線形普通機動車高松行き出発です。16時3分、キハ185系特急機動車大気線に移動します。16時12分、1200系普通機動車、大気線に移動します。16時4分、1500系普通機動車、淡路川島駅出発です。16時14分、1200系普通機動車、大気線に移動してきました。16時16分、キハ47系普通機動車が運用に着くために本線に移動します。16時17分着、2700系特急機動車、特急図書徳島駅到着です。16時21分発、キハ47系普通機動車、鳴門駅出発です。16時38分、接近普通機動車、淡池田駅出発です。16時44分着、キハ47系普通機動車、徳島駅到着です。16時45分発、2700系特急機動車、特急図書高松駅出発です。16時56分着、愛吉野川トロッコ勝どきの風、徳島駅到着です。17時ちょうど、キハ47系普通機動車、鳴門駅出発です。17時1分、愛吉野川トロッコ列車回送列車となり、車両基地に戻ります。今回も買いました。やった、ニーナが当たりました。晩ご飯です。うどん山に来ました。肉玉鯛と唐揚げを注文しました。美味しかったです。坂出駅にやってきました。19時21分着、汚染系近郊型電車、快速マリンライナー高松駅到着です。19時25分発、汚染系近郊型電車、快速マリンライナー岡山駅出発です。19時25分着、7000系普通電車、快速三宝と高松駅到着です。19時45分発、8000系特急電車、特急石地高松駅出発です。19時49分通過、2700系特急機動車、特急図書徳島駅。
19時54分発5000系近郊型電車快速マリンライナー岡山行き出発です。20時6分発6000系普通電車高松行き出発です。20時22分発5000系近郊型電車快速マリンライナー高松行き出発です。20時23分着5000系近郊型電車快速マリンライナー岡山行き到着です。20時31分通過 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル行き。20時32分着7000系普通電車快速サンポート高松観音寺行き。20時56分発5000系近郊型電車快速マリンライナー高松行き出発です。20時56分発着5000系近郊型電車快速マリンライナー岡山行き到着です。20時58分発8000系特急電車特急石土高松行き出発です。21時14分発8000系特急電車特急石土松山行き出発です。21時23分着6000系普通電車伊予西条行き到着です。21時24分着5000系近郊型電車快速マリンライナー高松駅到着です。21時27分着2700系特急機動車特急島と高松駅到着です。21時30分発6000系普通電車快速サンポート高松伊予西条行き出発です。21時41分着285系電車サンライズ瀬戸号東京行き到着です。21時44分発285系電車サンライズ瀬戸号東京行き出発です。21時45分通過 EF65 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。